四国や九州では土砂災害に警戒が必要です。今日午前6時前に長崎県佐世保市付近に台風4号が上陸しました。台風の接近前から湿った空気の影響を受けて、このようにですね、四国やそして九州ではすでに雨量が多くなっております。こちらは48時間の、積算降水量ということなんですけれども、はい、特に九州南部雨量が多くなっているんですよね。内の浦では298.5ミリ観測されており、そして四国ですと、紫色目立ってますね、こちらでは久保川など400ミリ以上となっている地点があります。そして土の中に含まれる水分量も多い状況です。先ほどの積算降水量と対応しまして、九州の南部太平洋側や四国太平洋側、そして紀伊半島南部にかけて土の中の水分量が多くなっております。すでに降った量も多いんですけれども、これからまだ降る予想となっているんです。では降水予想を確認していきたいと思います。このようにですね、太平洋側を中心に発達した雲も見受けられておりますね。もう台風通過後は回復傾向となっていきますので、だんだんと西から雨の止むところも増えてくる見込みではあります。ただ引き続き雨が止んでも土砂災害には警戒が必要です。こちら雨が止んだ後も要注意。雨が止んだ後にですね、数時間後に山崩れが起きたといった事例もあります。急な崖など危ないと思われる場所などには近づかないようにお願いいたします。ウェザーニュースのアプリからは最新の気象情報確認することができますので、ご活用ください。